はい、グラクロやっていきますということで、まあ新しくね、またアップデートが来て、ディアンヌと、ブリュンヒルデ、まあサブゲームはね、グラクロとかはサブゲームなんで、ちょっとストーリーとかはなかなかね、時間なくてできないですけど、しかもまた新しくね、新要素来ましたね。なんかグラクロもさ、進化しすぎて、もはやついていけないですね。この前カード出すみたいの来て、まだそれもほぼ手つかずなんですけど、それじゃない、またなんか違う要素が来てましたね。見るのが大変です。このね、ブリュンヒルではね、PVP 殲滅戦以外で、まあアタッカーで有用そうなキャラクターって感じですかね。個人的にはこのね、ディアンヌ特殊戦技すげえ強いと思いましたね。まあ PVP 好きな人って感じですけどね。まあ自分はあんま PVP 興味ないんで、まあ何かしらね、SSR が1体出たらもうそこで終わりでいいかなって感じで、軽くね、行きましょう。別に抱き合わせのキャラクターたちもね、大して欲しいものはいないんで。まあ、PVP を考えるならディアンヌ。それ以外なら、ブリュンヒルデ。まあ自分はどちらかったらね、なんかイベント攻略とかそっちを重視してるんで、ブリュンヒルデ狙っていきます。まあ新しい要素ね、まだ本当に何にも見てないですけど、何なんだろう。なんかすげえめんどくさそうでしたね。基本的にガチじゃないゲームはさ、お知らせも見ないんで、どんどん取り残されていくんですよね。おお、すげえ、いきなり SSR 確定です。もうこれで撤退でいいからな。なんかね、ディアンヌ出る気がする。とりあえずね、今回の新キャラどっちかね、出る気がしますよ。なんとなくディアンヌかな。ブリュンヒルデがいいですけどね。どっちも感じるな。ワンチャン2体引きある？まあ、でもエスカの連出以外でね、昇格2体引きなんて見たことないですからね。うわぁ、全然違った。サブ。一番いらない。リバースエリザベスじゃないこれ。さすがにもうちょっといこうか。ちょっとルールを破ってしまいましたが、10連で出ちゃったんでね。もうちょっといこう。もう一回 SSR 出るまでいきましょう。さすがにね、リバースエリザベスは本当にいらない。なんか結構あそこの抱き合わせリストの中だと、半分くらいはいらなかったかな。必殺技もマックスだった気がします。うわ、青引っ張りはないな。青引っ張りは確か 100% ない。さあ、40連目。あ、これ来たね。これはさすがに来た。うん。さすがに本当にこれで撤退します。さすがにね、10連で動画終わりにするのはちょっとサブすぎるんでね。40連くらいやっときゃまあいいでしょ。そして出るんで。いやでもね、グラクロは結構ね。うお。いらねえ。デスピアス。いらないっす。まあね、追いかけるほどのガチャじゃないと思うんで、さすがに撤退しようかな。ブリュンヒルデ。この衣装いいね。おお、これもいいね。グラクロにしては、おお、これもいいじゃん。珍しく。グラクロにしてはいつも衣装どれもダサいんですけど、今回のブリュンヒルデは全員ありかな。なんかロキシーとかさ、ああいうキャラクターが、好きなんだろうね。得意なんだろうね。まあでもいいでしょう。まあどうせブリュンヒルデにしろディアンヌにしろ、
まあ、次はどうかわかんないですけど、まあ、次の次くらいのね、フェスの抱き合わせで多分入ってくると思うんで、その時に弾けるでしょうっていう感じでね、今回はね、ここでね、撤退しようかなと思います。なんか体力属性のさ、純粋火力アタッカーって地味ない気がするんすよ。そういう意味ではちょっと欲しいかなと思うけどね。こいつがいないとちょっと苦労しそうな、超ボスとか来る気がしないでもないですけどね。まあ仕方ないですね。そんな感じで。どうもありがとうございました。